ケルシー・グラマーはアメリカ合衆国の俳優。本名はアレン・ケルシー・グラマー。身長185センチメートル。アメリカのシットコム、そりゃないぜ。フレイジャーのフレイジャー・クレイン役で有名であり、チアーズの同役で2回エミー賞を受賞、そりゃないぜ。フレイジャーでもエミー賞作品賞を5年連続受賞、また9つの部門でもノミネートされた。 バージン諸島セントトーマス島生まれ、父親はミュージシャン、母親は歌手、両親の離婚に伴い、ニュージャージー州で祖父母に育てられる、ジュリアード学院で学んだ後、1970年代終盤、サンディエゴのオールドグローブシアターで3年間インターンとして過ごした、1980年、ミネソタ州ミネアポリスのガスリーシアターに移った、1981年に、 マクベスのレノックス役で、ブロードウェイにデビューし、マクベス役のフィリップ・アングリムが不評のため降板後、マクベス役を後継した。その後、オセロ、ブロードウェイ再演において、ジェームズ・アル・ジョーンズとクリストファー・プラマーと共演し、マイケル・キャシオー役を演じた。1983年、スティーブン・ソンドハイム作詞作曲、ジェームズ・ラパイン脚本、マンディ・パティンキン主演による、 サンデー・イン・ザ・パーク・クイズ・ジョージ・ブロードウェイ公演以降前のオフ・ブロードウェイ公演に出演した。2000年、マクベス・ブロードウェイ公演に再度出演したが、予定より早く10日間のみで閉幕した。同年、スウィーニー・トットに出演し、タイトルロールを演じた。2010年4月18日、ジェリー・ハーマン作詞作曲、ハーベイ・ファイアスタイン脚本のミュージカル、ラカージュ・オフォール再演で、 ジョルジュ役を演じ、ブロードウェイミュージカルデビューした。この演技により、トニー賞ミュージカル主演男優賞にノミネートされた。2015年3月から6月28日まで、ファインディングネバーランド、ブロードウェイ初演にチャールズ・フローマン役及び、フック船長役でオリジナルキャストとして出演し、2016年1月19日から4月3日、同役を再演した。 2017年、ビッグフィッシュウエスとエンド公演に出演した。1980年代初めからテレビにも出演。1993年から放映された、そりゃないぜ。フレイジャーで主演を務めた。この番組は人気を集め、11年間放映され、数々の賞を受賞した。グラマーは1話につき160万ドルのギャラを得ていたが、当時のテレビ界でも最高額であった。 X, メンファイナルディシジョンでは、特殊メイクを施し、ミュータント象徴感のビースト役を演じた。また、声優活動も行っており、ザ・シンプソンズのサイドショー、ボブ役をはじめ、トイ・ストーリー2やアナスタシアなどにも出演している。これまで4度結婚し、子供が5人いる。1982年にダンスインストラクターのドレーン、アルダーマと結婚し、 翌年娘が生まれるが、6年の別居を経て1990年に離婚。その後1992年にメイクアップスタイリストのバリー・バックナーとの間に娘を設けるが、結婚はせず、同年ストリッパーだったリー、アンクサハニと再婚するが翌年には離婚。1994年には、トミー・ビリセフスキーと婚約するが後に破棄している。 1997年には元プレイボーイモデルのカミールドナタッチと3度目の結婚をする。2001年に娘が2004年に息子が生まれるが2010年に29歳の恋人ケイト・ウォルシと婚約し、前妻との離婚が成立した後の2011年2月に4度目の結婚をした。ありがとうございます。